委員長、棚橋君。自由民主党の棚橋康文でございます。冒頭、本日の予算委員会午前中、信じられない発言が飛び出しました。国民新党の下地政調会長が、補正予算に関しては菅さんと亀井さんが政策でかどうかは知りませんが、厳しくやり合ったけれども、本予算に関してきちんとこれはやろうと思っていたら、亀井さんから打ち方やめという連絡が入った。なぜだと聞いたら、総理の秘書が起訴された。こういう時は内閣は総理を守るのも。これはあれですか、この予算は政策で議論されてるんではなくて、鳩山さんの命を守るために作った予算なんですか。そうであるならば、まず国会議員として以前に一国民として出し直していただきたい。総理、これをまず強く申し上げます。その上で鳩山さんにお伺いいたします。この予算は税収と公債金、国債の発行が、要は借金の方が収入よりも多い予算なんです。これはあなた方はいつも自民党のせいにしますが、この予算自体はあなた方がマニフェストに誓って組んだばらまき予算なんです。20兆以上お金が浮いてくると言ったのはあなた方です。どうか、特に今選挙権のない子どもたちにツケを残すようなこういう予算はやめていただきたい。その中であなたに聞きたいのは、これまで国債発行が、公債金が税収よりも多かった、収入よりも借金が多いような予算を組んだのは何年ぶりでしょうか。またそれはいつのことでしょうか。総理、菅財務大臣。総理が手を挙げてますが、まず確かに22年度の来年度予算で、税収が非常に落ち込む中でですね、国債44兆円、それを上回った予算を出さざるを得なかったことはですね、これは今の経済情勢とギリギリのマーケットに対する信任と、その狭い道で選択をしたことであります。あまり前の政権のことという言い方はしたくありませんが、ご承知のように21年度予算においても、税収見通しを麻生内閣で46兆とされたのが、37兆しか入りませんでしたから、結果として53兆の国債を発行せざるを得なかったわけでありまして、そういう意味では残念ながら、実質上21年度予算も、続く22年度予算も、税収以上の国債発行に、来年度予算はこれからですが、なりそうだということは、厳しい状況だということの認識を含めて、そういう状況であることは認めざるを得ないと思っています。確かこういうふうになったのは昭和21年、戦後の予算の時だったと思います。委員長、棚橋君。その通りです。戦後63年ぶり、昭和21年、どういう状況だったんですかね。総理もお生まれになってなかったと思いますが、まずそのことを強く申し上げます。どうか後世代に選挙のための人気取りでばらまきをするような予算はやめていただきたい。例えば子ども手当一つを取っても、私は昨年の秋、厚生労働大臣に厚生労働委員会で、給食費を天引きしないご家庭からなぜ天引きしないのかと強く迫ったところ、それを言い出したらおかしい、おかしいのね、総理はそう言ってんだよ。そう言い出したら厚生労働大臣は、国保の保険料までとどん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 広がるという話でした。ところが総理、この間考えてみるとおっしゃって、で結局この6月支給払えるけれども、給食費を払わないでパチンコや、簡単に言うと携帯電話の方は払うような親御さん、この方々は子ども手当をもらっても給食費は天引きされるんですか、今年の6月の支給に。
これを総理自身がイニシアティブでおっしゃったことですからお答えください。鳩山内閣総理大臣。今年はもうすでにこの問題に関しては法的に出ておりますので変えることはありません。ただ給食費を払わないご両親、お子さんが大変傷ついておられるということも事実であります。これは何とかやっぱりしなきゃいけない、その認識は持っておりますので、まずはさまざまこの窓口とかあるいはパンフレット、そういうものを通じて極力給食費は払っていただくように、そのように指導を強くいたしたいと考えています。委員長、棚橋君。ですね、それで払われるぐらいならですね、苦労しないんですよ。納税しなきゃいけないのに贈与税脱税してる人までいるんですから、その程度の注意では無理です。これをまず強く申し上げます。さて総理、この国が今残念なことに希望がなくなっている背景には格差社会がある。私も同感です。しかし一番の問題は所得による格差も問題だが、資産による格差の方がもっと問題だと私は思います。そこで総理ご自身が所信でおっしゃった労働なき富、そして脱税疑惑についてご質問いたします。慰霊碑にはガンジー氏が80数年前に記した7つの社会的大罪が刻まれています。理念なき政治、労働なき富、良心なき快楽、人格なき教育、道徳なき商業、人間性なき科学、そして犠牲なき宗教です。まさに今の日本と世界が抱える諸問題を鋭く言い当てているのではないでしょうか。パネルを、資料を、1枚目をご覧ください。まずは鳩山さん、あなたは国会答弁では中学生か高校生の頃ブリヂストンの株を350万株おじいちゃんから生前贈与を受けたとおっしゃってますが、これが一昨日の終値ですと52億5000万円。これは労働なき富でしょうか。これが第一の質問。第二は、贈与税に関してはしっかりやったと思っておりますという趣旨の答弁をしておりますが、誰がどういくら納めたんですか。これは通告してあります。この2点について短くお願いいたします。委員長、時計止めてくれます。鳩山内閣総理大臣。余計なことやらない。まずその労働なき富についてお尋ねがございました。私も確かに施政方針演説で資本主義社会を維持しつつ行き過ぎたいわゆる道徳なき商業あるいは労働なき富というものをどのように制御していくべきかということが大事だと、そのことを申し上げたところでございます。言うまでもありませんが、鑑真の時代と今とは状況が違います。経済状況も大いに違っているわけであります。で、私が今の時代に思う労働なき富というものは、いわゆる行き過ぎたマネーゲームとか、いわゆるカジノ経済と言われるような行き過ぎた金融資本主義、これは何とか是正をしなければならない、その趣旨で申し上げてきたところでございまして、そういう意味で申し上げれば、いわゆるこういった例えば配当所得などをはじめとする現在の状況の中で許されている資産を取得することに対して、それを一概に労働なき富だということを申し上げたわけではございません。委員長、申し訳ないんですが全くお答えが出てません。要は中学生か高校生で52億5000万円のお小遣いをもらうことが労働なき富なのか、それから何よりもこの贈与税しっかりやったと総理おっしゃってるじゃないですか、国会で。誰がいつ納税したんですか。これ質問通告してるんです。お答えください。委員長、時計止めていただけませんか。
鳩山内閣総理大臣。私は確かに祖父から生前贈与で、ブリヂストンの株式を取得をいたしております。現在は350万株所有しているわけでございますが、このお尋ねの株式は私が10代の頃、昭和の30年代に半ばに譲り受けた、そのように記憶をしております。従いまして、このブリヂストンの上場前か後かという話はわからないところでございますが、保有する株式に関しましては法令等にのっとって、国会議員の資産等の報告及び閣僚の資産公開において報告をしているところでございます。委員長、はい、棚橋君どうぞ。私は中学生高校生でこの時価52億5000万円の株をもらうことが労働なき富なのか、それから何よりもこの増税はしっかり納めたと総理はおっしゃってるから、誰がいつ納めたのか静かに、それを聞いてるのに総理は全くお答えにならないんです。しかもこれは質問通告してます、突然聞いたんじゃないんです。鳩山内閣総理大臣。鳩山内閣総理大臣。私は先ほど申し上げたように、労働なき富と私が施政方針演説で申し上げたのは、今先ほど申し上げたように行き過ぎたマネーゲーム、あるいは金融資本主義というものによって生じたような富のことを指して、これは何らか制御する必要があるのではないかという意味で申し上げたところでございまして、そのような意味で私におけるこの資産に関して、それが労働なき富だというふうに感じているわけではありません。贈与税の話、はい、贈与税は誰がどう納めたんですか。贈与税、贈与税の話に文面してるじゃないですか。贈与税に関しては当然私自身が適正に払っております。委員長、田中君。鳩山さん素晴らしい。中学生高校生の時に贈与税適正に払ったんですか。それなのになんで今回はお母さんの方の贈与税払ってなかったんです。いや、すごい。鳩山内閣総理大臣。当然それは私はまだ10代の半ばの頃でありますから、そのことに関して調べて適正に払っているということでありますが、当時の私が払ったという記憶はありませんでしたが、その結果として払っているということでございます。委員長、棚橋君。残念なことに私が質問通告をいたしました件、誰がどのようにいくら払ったか、これ通告しております。それに対して払ったはずだとかそういうケースですから、この件についてはきちんとお答えいただけるように理事会でまず協議をいただきたい。理事会で協議いたします。はい。